はい、では、後半です。その後、長い戦乱の時代になります。はい、で、アーリア人同士が、まあ、殺し合いを続けたと。この時代に、まあ、戦いが多いわけですから、その実際に剣を取る貴族階級、クシャトリアの台頭、それから経済力がある国が、まあ、強いですから、商工業者、売者の台頭で、それまでその、最高位にいたバラモンが揺らいでですね、この下の方の第2第3階級が力を持ってくると、バラモン教に代わる新しい思想が生まれてきます。で、ジャイナ教と仏教がこれで、主に商工業者が支持したのがジャイナ教、クシャトリアが支持したのが仏教となります。で、今日はこの、ジャイナ教仏教の詳しい話はしません、ただし、いずれもですね、目的は同じで、アートマンのブラフマンへの回帰、つまりは、ボンガ一ニョンですね、そのためにどうするかということで、ジャイナ教は、生き物を一切殺さない不殺生、それから自らを苦しめる苦行で、仏教は、執着、この世に対する執着、こだわりを断つという生き方、八正道を説いたということです。ですから、まあ、根っこはいずれもこれはウパニシャッドから来ているということになります。はい、で、特にこの仏教が非常に人気を博しちゃいまして、で、それまでの古いバラモンたちが、まあ、信者を奪われてしまったんですよ。で、バラモンさんたちはその、まあ、信者からのお布施、寄進で生きていますから、信者がいないと困るということで、この仏教に対抗しようと考えた。で、生まれてきたのが、これがヒンドゥーです。はい、で、今日のテーマ のバガヴァッド・ギーターというのはこのヒンドゥーの経典ですから、はい、ヒンドゥー教の成立、仏教に対抗して民衆の支持を回復、そうすると、まあ、ほとんどの民衆は、読み書きもできない、ですから、難しいこと言ってもダメなんで、簡単な教え、平易の教え、で言ったことはこんだけです、カルマンと原生理学、はい、良いカルマンを積めば来世でより良い生活が待っていると、いうことね。だからお布施をしろとこういうことね。はい、あと原生理学っていうのは来世まで待たないじゃないですか普通。だから、お布施をすればこの世でお前は金持ちになれるとか、いい縁談があるとか、まあ、そういう話ですよ、これが原生理学、非常に分かりやすいです、はい。まあ、僕らが神社に行って合格祈願とかでお賽銭投げると全く同じことです、これ。はい、それからインドっていうのはもともと多民族国家ですから、アーリア人以外の民族もいっぱいいます。で、そういった民族たちがもともと祀っていた神々がいます。この土着の神々をどん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 取り入れていくんですね。はい、で、後にヒンドゥー教の最高神とされるビシュヌ神やシヴァ神、あるいはクリシュナ神なんて、これもともとはその土着の神々なんですよ。はい、で、どうやってこれを合体するかというと、方法が2個あって、化身と結婚です。はい、で、この化身っていうのは特にビシュヌ神が得意で、ビシュヌ神はさまざまな姿で変身するんですよ。で、あの神もこの神もその神もあの神も全部これはビシュヌ神の生まれ変わりだと言っちゃうんです。これは化身です。はい、それから、シヴァ神っていうのがいて、これ奥さんがいっぱいいるんですね。一夫多妻なんでね。で、その奥さんたちをその現土着の女神たちにするんです。あの女神もこの女神もその女神も全部シヴァ神の奥さんだって言うんですよ。そうすると、もうなんか全く無秩序だったインドの神々がこの壮大なその神話体系によってこうまとまっていくんですね。これがヒンドゥーです。はい、で、その最高にいるのがこの2人で、もともとの太陽神ビシヌ、まあ、これ自体がもともと土着の神で、太陽神ビシヌと、シヴァっていうのはこれは暴風ですね、嵐の神です。だから破壊の神ですね。愛の神ビシヌと破壊の神シヴァとこうなります。はい、
でその神々の物語、いろんなもともとあったあの説話、伝説、民話なんかをいえこう一つの話にこう まとめていったのが、これがマハーバラタやラーマヤナだということですね。でこれはあの実は古事記、日本書紀と全く同じで、もともと日本各地にいた神々がいます、土着の、うん、でそれぞれの神話があります。それをあの一個にまとめたのが日本書紀や古事記ですから、あるいはあの古代ギリシャ のオリンポス十二神も同じです。はい、これは世界中で起こったことです。日本書紀の話、今からしたくなっちゃったんですけど、これ終わんなくなっちゃったんで、やめます、今日は。あれは面白いですね、日本書紀はね。はい。これがあのヴィシヌ様でございます。でヴィシヌ様の特徴というのは、このバックにこれ蛇なんです。コブラがいます。コブラにこう守られる、ね、でこのおでこにこの U 字型の印がありますね。これがヴィシヌの見分け方です。はい、太陽神ですね。それで、このこちら、これがあの宇宙創造の神つってブラフマーって言うんです。でこのヴィシヌとブラフマーの関係ですって言うともヴィシヌのへそからブラフマーが生まれるとなってるんです。これ面白いんですね。あのユダヤキリスト教だったら創造神がヤハウェで最高神ですか。これ違うんですよね。うん、あのブラフマーはヴィシヌの、まあ、一部なんですね、これ。うん、ブラフマーっていうのは、まあ、そう、あの皆さんご想像の通りで、これはあのブラフマンを神にしたものです。でこの顔がたくさんあるお姿ですね、これブラフマンです。そして、これがシバですね。でシバは破壊の神ですね。首にコブラが巻きついていて、で眉間にこの縦にもう一個目がある、これがシバですね。で青白い顔、はい、これシバです。でシバに奥さんがいっぱいいて、それがあのいろんな各地の女神たちということですね。はい、よくこれをね、あのヒンドゥー の三位一体なんていうんですけども、まあほとんどこのどっちかですね、ビシヌとシバが圧倒的です、人気としては。はい、で今日のテーマ あのバガヴァッドギーターに出てくる神様はこのビシヌです。はい、はい、それからもう一人、このクリシュナっていう人ですね、について今からちょっとお話をします。これがこのギーターの、まあ、主人公の一人なんですけども、はい、クリシュナとは、まずあのカンサっていう王様がいました。これがあの暴君です。でこの暴君を懲らしめるために、太陽神ビシュヌが、降りてきて、でこの暴君カンサの妹の子供となって生まれてくるんです。うん、ところがこのことがバレちゃうんですね。それで、お告げがありましてですね、でカンサ王に対して、まあ、垂れ込みがあったんですね。で、王様とね、王様の妹君の子供があなたを殺すでしょう。でバラしちゃった。それでカンサ王がまずいっつってですね、でその妹夫婦を監禁しまして、生まれてくる子供を片っ端から殺すと。それでその妹夫婦の8番目の子供としてビシュヌが生まれてきて、でこれがクリシュナ。だからもう初めからビシュヌイコールクリシュナ。だからヤハウェがあのイエスになってなんです。はい、それで、妹夫婦は生まれたこのクリシュナをすぐにですね、羊飼いの子供と交換します。で無事に逃がすんですね。はい、でクリシュナはこの羊飼いに育てられて無事にあの成長します。まあ、もともと神様ですから、もう幼い頃から、怪力を示したと。で巨大な蛇を倒したり、あとはあの雨がたくさん降ってみんな困った時に、じゃあちょっと雨を防いでるっつってね、山をぐーっと持ち上げて、でこの山で雨を防いだとかですね。クリシュナです。はい、かわいいですね、クリシュナ。はい、でもよく見るとこの額にね、この U字型がありますね。これビシヌのマークなんですよ。
はい、やがてクリシャナ君成長します。はい、牛飼いの娘ラーダという女性と結婚しますけども、他にも奥さんがいっぱいいます。数え方によっては1600人いたと、奥さんが。でどうやって相手したかというと、分身の術があってですね、分身がいっぱいですね。でみんなその奥さん、みんな満足すると。はい、それから、聖戦、まあ、山に住んでる仙人ですね。よくインド神話に出てくるこの聖戦というのがね、利子ですね、から不死の水をあげたと。でもう敵の矢が剣が全く刺さらないと。ところが、彼はもう全身浴びちゃったらこれ神になっちゃうんで、いや足の裏はいいですって言うんですね、自ら。足の裏だけ濡らさなかった。これがまあこのクリシュナの急所なんですが、なんかこれどっかで聞いたりして、これこの全身不死の水を浴びたけども、いくつだけ浴びなかったんでそこを倒されたっていうのは知ってますよ、何の話か。ギリシャ神話のアキレウスですね。はい、アキレウスは かかとだけ上げなかった、ね、でかかとを入れられたからこれアキレス腱だね。あとは中世ドイツの説話でジークフリートっていう話があって、でジークフリートは背中の一箇だけその魔法の水浴びなかったんでそこが急死になったという、これはニーベルンゲンだったっていう説話ですね。はい、まあ、世界中にこういう話はある、得意技、飛び輪、これはなんか武器だそうです。輪っかになっていて輪っかの周りに刃がついていると。でこれをギュッと投げたら巨大な手裏剣ですね、これを投げて、敵を倒すのが得意だったと。はい、でクリシャナが生きてるってことを聞いたさっきのボー君監査が殺せって言ってですね、どんどん資格を送ってくる、全部クリシャナが倒します。で最後に感想はこのクリシュナを王宮に招いて、ね、君はもう素晴らしい性質を聞いたからその力を帯びせてくれと言って、相撲を取らせようなんて言ってね、で招くで、そこでみんなで殺そうとしたんですね。ところがここでもうクリシュナが圧勝しちゃって、で最後にカンサが、この野郎って直接襲ってきて、でカンサはもう結局このクリシュナに倒されたと。無敵ですねこれね。はい、これが飛び輪ですね。あと彼は非常にその音楽が得意で、フルートが得意で、いつもこのフルートを持ってますクリシュナっては、はい。ちなみにこの牛さんですね、牛さんっていうのはヒンドゥーでは聖なる動物なんで、だから牛飼いの娘と結婚したっていうのもこれも意味がありますね。はい、そして、アルジナという王子を助ける、これは今日 の本題になりますけども、で最後は、たまたま漁師、これすみません字が違って獣を取る方の漁師ですね、漁師の矢が足の裏に刺さって死んだということです。はい、はい、ここから本題です。バガバッドギーター、これは叙事詩マハーバーラタ、マハーバーラタは偉大なバーラタという意味です。でバラタ族の内紛を描いた、まあ、戦記物ですねこれね。はい、の第6巻にある。でここにヒンドゥー教の思想がもうほとんど全部込められているので、まあ、後にヒンドゥー教の最高聖典と言われると。はい、でバガバットっていうのは聖者とか、まあ、神様とかいう意味 でこの場合のバガバットはこれクリシュナのことですね。クリシュナのことをバガバットと言ってます、ね、だから聖クリシュナって言ってで、ギーターが歌です、ね、だから聖クリシュナの歌と言って、はい、で内容ですけども、馬車で戦場に赴くアルジュナ王子という人に、御車、ね、この馬車のドライバーですね、御車に扮したクリシュナが貴族としての生き方、それから世界の真理を説いたという内容です、じゃあこの戦いが何で起こったかという話ですね。はい、
先ほどのですね、アーリア人の、まあ、あの一番力があったバラド族で、バラド族が建てた国が、クルという国です、ね、でクルの王様がまず、若くして亡くなります。そこで、王様のお母様ですね、大王ですね、大王が、王家断絶を避けるため、聖戦千人のビサイアという人を招いて、亡き息子の王妃二人に、子供を産ませると。いいですか、山に籠もって修行していた千人を招いてきて、それであのどうかね、この王家断絶を避けるためにこのお妃たちをめとって、息子をあの産ませてくださいって言ったと。あの千人ですが、もう何十年もお風呂入ってないんですよ、ね、でも髪もボーボーでもうひげもじゃで凄まじい姿で屋根から来てくるんですね。それをお妃たちがあのベッドに迎えなきゃいけないっていう凄まじい話ですよね。それで、お妃 A はもうはぁってなってもう目を覆っちゃったと。この結果生まれた子供が盲目になっちゃったんです。はい、そうですね、盲目の王子ドレタラーシュタラを産んだと。はい、次王妃 B はもうその先生の姿を見て思わずあの青ざめちゃったと。青ざめて身ごもっちゃったから、生まれた子供があの青ざめた子供になったと。これ蒼白の王子ですね。これがパーンドゥって言います、はい、そうするとさすがにその盲目の王様じゃちょっと困るじゃないですか。で、まあ、お兄ちゃんは後を継げなくなっちゃって、でこの色の白いあの蒼白の王子の方が、王位を継いだということね。はい、はい、そしてこの蒼白の王子パーンドゥに、5人の王子が生まれますと。で主人公 あのアリジュナっていうのはそのうちの一人ですね。ところがですね、この蒼白の王パンドゥが山に狩りに行くんです。でそこであの鹿を見つけてあの矢を射る。ところがこの鹿さんが実は人間であの山で修行中の忍者だったと。それで彼は自分に矢を射たこのパンドゥに、呪いをかけるんです。呪いを、はい、でこれが原因でこのパンドゥはまたこれが廃線しちゃうということね。そうすると子供たちがまだ幼かったので、じゃあ誰が王位するかっつうん でこの盲目のお兄さんがどうするんです。はい、でお兄さんはまあね、自分の甥っ子たちが成長するまで、まあ、わしがやると臨時にっていう感じで、王位はですね、この蒼白王から盲目王にこう王位が渡った。はい、でこのままこの盲目王に子供がなかったら別にまたこの五王子の方に王位が継がされて問題なかったんですが、この盲目王に子供ができちゃった。この盲目王のお妃が子供を産んだんですが、その生まれた子供っていうのがあの鉄のように硬い肉の塊を産んだって言うんですよ。肉塊を。それでこの聖戦がですね、仙人がちょっと預かるからって言って切り刻んだって言うんです、肉の塊を。それで100個のパーツに分けて100個の壺に入れてですね、でそこに乳脂だからあのミルクの油ですね、ミルク油を注いで熟成したんですね。そしたらそれが人間になったんです。なんかこれあの EPS 細胞使ってる。それでこれクローンです、クローン。
で、100個のクローン王子が生まれて、そうすると、この100王子から見ると、親父が王なんだから、俺たちが後継ぐって言うんですよ。で、なんで、あの、いとこの王子に渡すんだって話で。で、何度も何度もこの100王子が、この王子を、罠にかけて、なんか、インチキ賭博をやって、領土を奪い取ったり、いろんなことをするんですよ。でも最後は襲ってきたんですね。それで仕方なくこの五王子たちが百王子相手に戦うことになったと。はい、はい、クルクシェートラっていうところで決戦があったと。でその時にさっき のクリシュナに助っ人を求めると、この五王子がね、でクリシュナは実は最高神ビシュヌであると。でまあいよいよ戦闘開始なんですけども、王様は目が見えませんので、代わりにですね、戦利眼を持つ御者のサンジャヤって人が戦況報告をすると、でそのサンジャの報告っていう形で書かれたのがこのバガヴァッド・ギータなんです、はい、これは岩波文庫に全訳があります、はい、こんな薄い本です。でこれを訳された上村さんって読むのかな、これ上村勝彦さんっていう方が、解説を書いてます、これがバガヴァッド・ギーターの世界っていう本で、これ非常に素晴らしい本で、いきなりこれより読むよりは、こっちのね、これは筑摩学芸文庫ですけども、はい、これ読めば全部わかります、はい。この方は、東大でサンスクリットを専攻された方ですね、はい、で今からこの上村さんの役をご紹介します。でちょっと一部ちょっと変えたところもあります、はい。この弓構えているのがアルシュナ王子ですね。でクリシュナは御者ですね、馬車を愛する御者として戦闘に加わっているということです、はい。両軍の間に私の戦車を止めてくれ、不滅の人よ。この不滅の人ってのはクリシュナのことです、はい。アルシュナはそこに父親、祖父、死、叔父、兄弟、息子、孫、友人たちが立っているのを見た。これ敵軍の中に自分の親族がたくさんいるのを見た、まあ、この父親っていうのはつまり盲目王だと思いますね、これね、はい。兄弟っていうのは多分その義理の兄弟の百王子ってことですね、これね、はい。でそれを見たアルジュナは言いました。クリシュナよ、戦おうとして立ち並ぶこれらの人々を見て、私の獅子は沈み込み、もう手や足の力がないとしまって、口は干からび、体は震え、そう受け立つ。クリシュナよ、戦いにおいて親族を殺せば良い結果にはなるまい。これはこの世で罪を犯せばカルマンがついちゃうと、とあの世で来世で下に落っこちゃいますかね、はい。私は勝利を望まない。王国や幸福をも望まない。王国が何になる、強弱や生命が何になる。敵が武器を持たず無抵抗の私を殺すのなら、それはより幸せなことなんだ。自分の親族を殺す気はないと。もう私はここで死んだ方が安心だと、こう言ったんです。もう全くやる気ないですね、初めから。でこの、落ち込んでいるアルシュナに対してクリシュナが諭すね、はい。聖バガヴァッドは告げた。この聖バガヴァッドというのはクリシュナです。あなたは嘆くべきでない人々について嘆く。
しかも分別臭く語る。この全世界をあまねく乱す者を不滅であると知れ、この不滅の者を滅ぼすことは誰にもできない、はい、この全世界をあまねく乱す者っていうのはおそらくブラグマですね。ブラグマンは不滅であるということですね。人が古い衣服を捨てて新しい衣服を着るように、主体は古い肉体を捨て他の新しい身体に行く。これ主体ってなんじゃない、ですよね。アートマンは古い肉体を抜いて新しい肉体に行くと、ええ、生まれた者に死は必要であり、死んだ者に生は必要である。それゆえ不可避の事柄についてあなたは嘆くべきではない。生と死は避けられないについてあなたは嘆くな、死を嘆くな。あなたは自分のダルマを考慮してもおののくべきではない。クシャトリアにとって義務に基づく戦いに勝るものはないから。あなたは殺されれば天界を得るし、勝利すれば地上を享受するだろう。ダルマについては各身分に課された、義務、務め、はい、だから農民のダルマは作物を育てること、貴族のダルマは敵を倒すこと、バラモンのダルマは神々を祀ることということですね。そしてもしあなたがこの戦場で死ねば、戦いにおいて自分のダルマを果たしたんだから、天界で恵まれた地を得る。でもし勝利すればまさにこの世で王国を享受できる。何もするの。それゆえアルジュナ、立ち上がれ、戦う決意をして、苦楽特筆勝敗を同一のものと見て戦いに先陣せよ。そうすれば罪悪を得ることはない。これがこれですよね。一般的にその人を殺すのが罪であるから、人を殺せば、罪悪を得ると、で今度生まれ変わったら下の方に行ってしまうというふうに教えていたわけですよ、それまでは。ところが、このギーターではですね、貴族が貴族の務めを果たすのはこれはダルマだから罪ではないと。自分の与えられた職務に専念しようと、はい、言ってるんですね。でそれが、苦しいか楽であるか、損か得か、勝つか負けるかはどうでもいいと、結果はどうでもいいと、自分に与えられた職務を黙々と果たすこと、これが正しいんだって言うんです。以上、サンキアにおけるブッディが説かれた。サンキアについては後で話をします。次に、ヨーガ、実践における知性を聞け。あなたの職務は行為そのものにある。決してその結果にはない。行為の結果を動機としてはならない。何々を得たいから何々をする、これは動機が目的ですね、じゃなくて行為そのものが目的だ。
いい大学に行きたいから受験勉強します。これは不純なんですよ。うん。じゃなくて、受験勉強自体が目的なんです。ひたすら単語を覚えること自体に意味がある。言ってるわけです。ひたすら何かのことを一生懸命やるときに、そこに何が生まれるかというと、無心状態、欲望がない状態が生まれる。一生懸命働いて欲望を断つこと自体に価値がある。これは実はこれと同じこと言ったのがカルヴァンですね。カルヴァンが宗教改革やった時に、あなたに与えられた職業を一生懸命やることが、それが救いなんだと言ったんですよね。それで結局そのカルヴァン主義っていうのが、後にヨーロッパの資本主義につながっていくんですね。ちょっと硬い言葉で言うと、世俗ない禁欲っていうんですよ。それまでカトリック教会っていうのは、禁欲っていうのはお坊さんになって寺に入って質素に暮らしてが企業だったんです。そうじゃなくて、日々の仕事をやることが、それが企業なんだという感じですね。とそっくり。それで、インド人の、バイタリティっていうか、経済発展の力っていうのは多分これですね。救いの道、巻き出せの道というのが3つあって、学問的に経典を極めて、で知性によってブラフマンに行く道がある。それからあなたの仕事を一生懸命やることでブラフマンに行く道がある。あともう1個は信愛といって、もう神に対して全身全霊で神を愛する、これ神へのって言ってね、これバクティーですけども、まるで恋人を愛するように神を愛すると、これをバクティです。これ3つがというふうにヒーブルで言います。で、このギーターの教えというのは、真ん中のこの職業的な禁欲で神に行こうという話ですね。学校には講師と、それから、事務方の職員と、あとお掃除のおばちゃん、おじちゃんたちがいるんですよ。大体60代過ぎの方なんですけども、で僕らはわーっと授業やって、わーっと黒板書いて、休み時間に戻ります。その間におばちゃんたちがバーッと来て、で綺麗にしますね、完璧にしますね。あれすごいと思いますね。プロですね、あれ。別に多少手抜いたって見てないんだからと思うじゃないですか。でも完璧にやりますね。あれまさにこれですよね。多分その日本人のその生真面目さみたいなものと非常に相通じるとかあって、この教えっていうのは、たまに学生のアルバイトとかでお掃除に入るとね、
全然違うんですよね、消し方が。話にならないっていう、いう感じになりますね。はい。海に水が流れ込むとき、海は満たされつつも不動の状態を保つ。同様に、あらゆる欲望が彼の中に入るが、彼は静寂に立つ。あれじゃないよ。これがブラフマンの境地である。臨時の時においても、この境地にあれば、ブラフマンにおける涅槃に達する。涅槃っていうのは、もう完全に悟った状態、一切の感情に左右されない状態、精神的に不動の状態を言います。だから臨時の時もそうだし、でそれを日常生活の中でやると。だからもうコピー取るんだって、そコピー取ることに専念しろと。完璧なコピーを取るんだと。ええ、で一切の感情にもう左右、なんだようちのね、会長はこんな仕事私に押し付けんなよなんて思っちゃダメなんですよ。もうそれはもうあなたに、あなたのダルマなんだから、うん、徹底しろってことです、物事をやるときには。ええ、後先結果とか道具とか考えるなって。私、授業が終わるのが大体夜の9時なんですが、その後、質問とか、あと国公立受けるクラスが多いので、論述対策って言って、で論述対策はみんな違うこと書いてくるから、結局一人一人見なきゃダメなんですよね。で見てくれ見てくれって後から来るんですよ、学生さんが。それちゃんと相手してたら、授業9時に終わって10時に終わんないですよ。で10時半11時になってもう終電が危なくなってやっと終わるみたいな感じです、私は。でそれを俺今日こんだけ時間拘束してこれ時給に換算したらなんて思っちゃダメなんですよ。ダルマなんで私の。もうダルマ言ってしまったもん。そうね、嫌じゃないですよ、全然嫌じゃないです。これ損と考えたらこんなやってらんないですよ。多分これはどんな仕事でもそうだ。彼にとってこの世における成功と不成功は何の関係もない、何の関係もない。また万物に対して彼が何らかの期待を抱くこともない、何も期待しない、これやれば褒められるかなとか関係ない、これやったらちょっと時給上がるかな、関係ない、関係ない。それゆえ執着することなく常になすべき行動を遂行せよ。実に執着なしに行為すれば人は最高の状態に達する。心が平等の境地にとどまった人々はまさにこの世で、いいですか、まさにこの世で生存を征服している、これこの神谷さんの解釈ではこれは輪廻だと。もう輪廻もしないんだ。知性が確立し名もなくブラフマンを知り、ブラフマンにとどまる人は好ましいものを得ても喜ばず、好ましいものを得ても喜ばず、好ましくないものを得ても嫌悪しない。アリシナは尋ねた。それではクリシュナ、人間は何に命じられて悪を行うのか。望みもしない。聖バガバット、クリシュナは告げた。それは欲望である。それは怒りである。この世でそれが敵であると知れ。これもギターで一貫してます。感情を抑える。感情に惑わされない。
心を平静保て。心が平等の境地にとどまった人はまさにこの世で生存輪廻を接している。まさにこの世で身体から解放される前に、これはつまり死ぬと、死ぬ前に欲望と怒りから生ずる劇場に頼る人は先進した幸福な人である。まあ、この辺まではその生き方について述べた部分です。でこの辺からこのクリシュナがですね、自らの正体をだんだんこう表していくんですね。私は全世界の本源であり終末である。世界の本源、私より高いものは他にない。アルジュナよ、この全世界は私につながれている。私は過去、現在、未来の万物を知っている。アルジュナよ、しかし何者も私を知らない。この全世界は非権限な、つまり目には見えない形の私によってあまねく満たされている。ああ、これブラグマンですね。クリシュナは自分のことを実は私はブラグマンだと言ってたね。万物は私のうちにあるが、私はそれらのうちには存在しない。私はこの世界の父であり、母である、主である、模擬者である、住処である、夜べである、友人である、本源であり、意地である。アイジェナは尋ねた。あなたは最高の秘密を解かれた。それによって私の名門は去った。主よ、もう主って言ってますね。主よ、もし私が見ることができるのであれば、ヨーガの主よ、私に不滅なるご自身を見せてください。ヨーガについては後でお話を。聖バガバットは告げた。アルジュナよ、見よ、幾百幾千と神聖にして多様なる私の姿を。しかしあなたはその肉眼によって私を見ることはできない。あなたに天眼を授けよう。私の神的なヨーガを見よう。でここであのクリシュナが変身をするんです。うわもし天空に千の太陽の輝きが同時に発生したら、それはこの偉大なお方の輝きに等しいかもしれない。その時アルジュナは神の中の神の身体において全世界が一堂に会し、また多様に分かれているのを見た。アルジュナは言った。天空に接し燃え上がり、多くの色をして口を開き、燃え上がる大きな身を持つあなたを見て、私は心からおののき、冷静さと平和を見出せない。ビシュヌよ、ここでビシュヌでしたね。ビシュヌよ、どうかご慈悲を、神々の死を、世界の罪かよ。聖バガバットは告げた。私は世界を滅亡させる強大なカーラ時間である。諸世界を鬼滅させるためにここに活動を開始した。たとえあなたがいなくても敵軍の全ての兵士たちは生存しないだろう。それゆえ立ち上がれ、敵で征服して繁栄なる王国を享受せよ。彼らは、敵はまさに私によって、ビシュヌによって前もって殺されているんだ。あなたは単なる道具となれ、アルジュナ。おののいてはいけない。戦え。あなたは戦いに勝利するであろう。戦場ですからね。戦場なんで、
こうは言えるんでしょうけど、僕はヒンドゥー教の全てが正しいとは思わないです、ね、で例えばやっぱり身分制はおかしいし、カーストはね。でそれから、まあ、今でもよく起こることですけども、一部のヒンドゥー教徒が非常に不寛容 で例えばそのイスラム教徒を襲ったりします。しょっちゅうそういう事件があります。多分ああいうそのヒンドゥー過激化なんかにこの部分は悪用されますね。でこれは例えばイスラームだってあれは本来は異教徒に寛容してるわけですけども、このコーランの中に敵を殲滅しみたいな部分があるんですね。そこだけ読んじゃうとジハードは正しいってなっちゃって、じゃテロも容易にするってなっちゃって、だからどんな宗教もあるんですね、そういう部分っていうのは。それは例えば仏教はあれは本当に愛の宗教ですね、仏教は。だけどもなんで仏教からオウム真理教ができたかっていうね。で、あれ なんで地下鉄に洞窟を撒いたのかっていう時に、彼らオウム真理教 の言い訳は、いやあれは救ったんだって言うんですよ。で みんなどっちみち死ぬんだと。でだからその人を殺すことは罪じゃないんだっていうふうに彼らは解釈したんですね。でだからどんな宗教もそういうちょっとおかしい人たちが出てくるんですね、でこの部分はちょっとそういう意味で危険なところですよね、だと僕は思います。アリジャナは言った、迷い悪くなった、不滅の方よ、あなたの恩寵により私は自分を取り戻した、疑惑は去り私は立ち上がった、あなたの言う通りにしよう、でまあ彼は勝つんですけどね、でこの後もうちょっと続きがあって、でかなりその哲学的な話になってるんですよ、それでもう一回話を戻すと、このギーターっていうのはこういうその説話、お話の形で一般民衆にそのヒンドゥーの思想を広めるために作られたものでしょう。でその中に巧みにそのヒンドゥーの哲学が織り交ぜてある、じゃあその、ヒンドゥー哲学っていうのはどういうものかっていうことを簡単に見ていきましょうということで、はい、これですね、六波哲学だったんです、これヒンドゥーです。でクプタ朝ですね、この王朝は正式にヒンドゥーを国家が奉していた王朝で、でまあ仏教も栄えていたんですが、まあ、仏教とヒンドゥーがこういう感じですから、でその仏教に対抗してヒンドゥー哲学を極めていった、まあ、学者グループが大体6つのグループがあったということですね。で、まあ、6つなんですが、まあ、内容を見ていくと大体3つに分かれていて、でまず括弧1、ベーダの聖典、特にウパニシャットです、ウパニシャットの文献的な研究を徹底的にやったグループ、ベーダンタ学派、ミーマンサ学派、特にこのベーダンタですね、これがギーターの中にたくさん入ってます、この教えが、はい、この後見ていきます。で第2グループが、精神と物質の二元論を説いたグループで、サンキア学科、あとヨーガですね、ヨーガ学科、このサンキアもギーターにたくさん出てきます。で3番目が存在論とか論理学で、これはまあ抽象的な話なんで、まあいいです、はい飛ばします。
で今からこのベーダンタ学派と学派とそれからサンキャ学派の違いについて、説明します。でベーダンタっていうのはもともとのウパリシャドの考えですから、まずブラウフマンがあって、でブラウフマンがそのアートマンとなってこう世界にこう広がっていったというこういう考えですね。ということは、天地万物の全てがブラウフマンに戻っていくということで、これは一元論です。宇宙の原理はいくしかなく、それブラウフマンだと、言わないですね。だからまあ遡えれば、先ほど出てきたヤージラバルキアですね。この方、この方から始まってますね。で、この考えを完成したのが、シャンカラっていう人で、はい、この方です。シャンカラ、8世紀の方です。はい、ベータンタ学派を、完成、大成した学者です。はい、ベーダンタっていうのはベーダの尻尾、ベーダの末尾っていう意味で、これベーダの一番最後ってことで、これウパニシャッド、ウパニシャッドの完成。ブラフマンイコールアートマンだけが実在する。他のすべては、無知がもたらす幻影に過ぎない。だから存在するのはブラフマンイコールアートマンだけで、その他のものやことっていうのはそのブラフマンイコールアートマンが見てる幻に過ぎない。ここに本がある、これ本の幻に過ぎない。ペンがある、ペンの幻に過ぎない。模擬がいる、模擬の幻に過ぎない。これはみんなあなたのアートマンが見てる幻に過ぎない。っていう考えです。これほとんど仏教ですほとんど仏教です、だから仏教に対抗すると言いながら仏教をパクっています。これは、はい、仏教では色即是空って言ってね、全ては空だ、幻だ。仏教の話は後でまたしますね。だけど物質って幻なんですかね。この猫ちゃん、これ幻って言ったんですか。だって あるじゃんすか、これ、で仏教ではこれないんですよ。あると思ってる、いや触れます、いや触ってると思ってる。夢の中で何かを触ってる、夢の中でリンゴを食べた、それでもリンゴはないじゃないですか、幻なんですか。と同じように僕らは夢見てる、目覚めてる時も夢見てる、これ仏教の考え、でこのベーダンタは同じ考えです、はい、はい、ところがサンキアですね、サンキアはね、物を認めるんですね、はい、この辺の話はですね、インド哲学へのいざないという、これは NHK ライブラリー、なんか NHK のラジオ講座だったんですよ、まとめたやつです。これすんごいわかります。前田千学さん、この方はやっぱり東大のインド哲学ですね。はい、すんごいわかりますこれ。それから、講談社選書道へから、インド哲学7つの難問という本が出てます。こちらはですね、宮本圭一さんということで、この方は東大インド哲学出て、国学院の先生です。はい、で、まあ、僕の
僕 の, あの知識はここから得たんです。はい、あ、これも後であのリンク貼っておきますか。で、ペンが消えるんですね。幻かもしれない、ペンが。あ、まずサンキヤですけど、サンキヤってのは、これサンキヤって言葉自体が、哲学って意味だそうです。ね、2個あった、初めから2個あった、精神とミス、はい、で精神原理のことをポリシャン、物質原理のことを、プラクリティって言うんです、はい、二元論ですね。でこの物質原理っていうのが、3つの性質を持っていて、純質、まあ、これ意識、あれあれって思います。これ物質原理の中に意識ある。これ西洋的な考えだと意識っていうのは精神ですよね。でも彼らは意識っていうのはこれ物質だったんですよ。はい、それから感情がある、これ溺質と言います。はい、それから肉体があると。これを全部備えていたのが、ね、本来のプラクリティ、うん、はい、で非常にその明るいクールな意識、純粋な性質、純質、それから、こう波に翻弄されるような感情、これが、激質、それからこの、まあ、固まってしまうこの肉体ですね、これアイスですね、はい、次何が起こったんですか。この精神原理プルシャが物質原理プラクリティを見たんです、ウォッチと。見るとね、見ると何が起こるんですかね。今ちょっと彼女動揺してますね。つまり見られるとね、動揺するんですよ。動揺するとね、バランスが崩れたんですよ。崩れるとね、これぐちゃぐちゃなんですよ、ぐちゃぐちゃ、ね、それでぐちゃぐちゃになったら、これをね、展開するって言うんです、展開。はい。じゃどう展開するかっていうと、最初に知覚が生まれると。うん。ものを感じる力ですね。ブッディと。ね、え次に、自我。私っていうものが生まれると、私意識ですね、これアンカーと言います、さらに、ものを考える力、ただ感じるブッディから自我が生まれて、それから思考が生まれた、思考のことをマナスって言うと、はい、でそこから5つの感覚ですね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚が生まれたと、それとなってそれ、5つの行動機関ですね、喉、声を出す喉、それから手や足や、まあ、肛門や、それから生殖器が生まれた、肉体が生まれてきたと、はい、それから、色や音や香りや味や感触が生まれたと、それから五大元素、水、土、火、風、空間が生まれたと、これらは全てこのプラクリティが見られて動揺して、で展開したのが、これが今の世界だと考えます。
じゃあ見てる方のプルシャっていうのは、何にも関係ないかというと、この展開があまりに激しいから巻き込まれちゃうんですね。あーって感じで、それで、このプルシャ自体がバラバラになって、その物質にこう巻き込まれていくんだってんですよ。そうすると物質っていうのは滅び込むんですから、本来不滅の存在だったプルシャが物質にとらわれちゃう。囚われて輪廻しちゃうと。だからこの物質に囚われちゃったプルシャを解放して解脱しようとなるんです、でこれ全部合わせると25あるんで、この25段階を知って、それで、ヨーガによって解脱をすると、修行によって解脱しようと、こういうこと。最初にお話をしたヨーロッパのね、あのデカルト的な二元論では。これないんですよね。これがないっていうか、あの意識、精神と肉体、ここで分けちゃうんですよね、ここで。ところが、インド哲学っていうのは、この精神、肉体を超越した見てる存在がいる。で、考えてみたら、例えば僕らは自分の肉体を見ることができます、触れますね。からじゃあ自分の精神、自分の心を見ることができるか。できますよね。今僕はこう考えてると、今僕こう感じてると、ということは見てる主体は心の外にいるんですね。でデカルト先生は心の区別ができなくて、あの見てる主体と見られてる心、精神がデカルトは一緒になってるんですよ。ここが違うんですよね。で、サンキヤ学派ではその見てる主体、私っていうもの、これをプルシャと言った。で、プルシャが、物質に巻き込まれちゃうっていう考えですから、結局このプルシャがアートマンアートマンが世界を見てる、ね、で見てるうちに巻き込まれちゃった、だからもう一回世界と切り離して、で自分の位置に戻りましょうっていう感じ。あのヨーロッパの思想家で、その精神とそれを見てるものと初めて分けた人っていて、これがカントって人です。でちょっとカントの話は今日しませんけども、あのヨーロッパにも時々そういう人が出てきます、仏教でね、そっくりなことを言ってます。色、これ肉体。それから種、これはあの感覚、五感。それから相、物事を識別する能力。それから行、意志の力。色、認識能力。これ心ですね、この5つの心の働きっていうのは本来の自我アートマンではないと、これブッダも言ってるんですね。だから、こういった心の働きっていうものは自分じゃないんだから、
自分をこの心の働きから切り離せって言うんですよ、ブッダは。これを、五運比丘説と言います。ブッダはこう言ってます。人がこれは我が物だ、これは我が物だと考えるとき、それは彼の死によって失われる。あの世まで持ってくるものないじゃないですか、ええ、だから どんなにたくさんのものを所有してもそれは死によって失われちゃうと。だから虚しいんだと。我に従う人は懸命にこの断りを知って我が物という観念に屈してはならない。これはブッダの教えを記録した経典スッタニパータ。で、後にこれが大乗仏教に発展して、龍樹、長龍樹なんですね、という学者がいます。が、空という観念を出しました。人間が見たり聞いたりするものすべては、これは幻である、空である。そんなものに心を煩わせるな。さらにそこから、世心という学者がいて、これみんなインド人です。有意識。ただ意識だけが存在すると。物はいな い, ものはない。物は幻だ。これがさっき あのベーダーンとはそっくりですね、はい。世界はアウトマンが見てる夢だ。これ予備校の授業でできないですよ。東大はない。受験に意味はない。これは予備校業界の自己否定になりますから、できないって絶対に。もう言いたいんだけど言えないって言うんですね。はい、ギーターの影響。はい。ショーペンハウアーですね。19世紀ドイツを代表する、まあ、哲学者、ヘーゲルのライバルですけども。彼はこう言ってます。彼は時の翼に乗って馳せ参じてくる死を冷然として受けて立ち、ね、人間というのは必ず死が迫ってくるから、その時に冷然とこれを受けて立って、死をが弱者を脅かす偽りの過小、力を失った妖怪とみなし、全世界は意志の客観性ないしは模造であることを悟っている。これ全世界は意志の客観性もしくは模造である。意志だけがあって、で我々が見てる世界っていうのは幻なんだ。この立場こそバガヴァッド・ギーターの中でクリシュナがアルジュナに取らせる立場である。これはショーペンハウアーの代表作でね、意志と表する世界、もうこれヒンドゥーそのまんまです。だから彼は当時ドイツで全く理解されませんでした。同じ大学でヘーゲルとライバル関係で、もうヘーゲルの講義は学生が満員だったそうです。でショーペンハウアーの授業には誰も来ないというですね、理解不能って言われる。この人ね、もう読んでるんです全部。これギターも何も、どうも彼の言葉遣いでは、この意志っていう言葉がブラフマンのようです。はい、次ガンディですね。これガンディの自伝に書いたんですけども、この人子供の頃ギター読んでなかったって言うんですよ。お父さんが割と非常にそのなんていうか実利的な方で、あんまりその宗教教育しなかったと。で彼は、高級官僚を目指してイギリスに留学します。当時インドは植民地だったんで、でイギリスに行ったらそのイギリス そのインド学者たちから、このギターってものがあるけど君
知ってるよねとか言われて、僕読んでませんとか言って、じゃあ一緒に読もうよとか言われて読んだって言うんですよ。イギリス滞在2年目の終わり頃に2人の新知学者、新知学者っていうのはそのヒンドゥー教とキリスト教の融合を図ったあのグループです。私にギータについて教え、一緒に原点を読もうと誘ってくれたと。その書物は無常に貴重なものと思われた。その時受けた感銘は日を経るにつれてますます深くなっていった。今日私はそれを真実の知識を得るための最も優れた書物だと見なしている。で、彼が生涯をかけて、まあ、凄まじいあの独立闘争を完全と成し遂げられたのはギーターのおかげだと、もう日々先進したんですね、結果を求めないと。シリヒンガーですね、量子力学、量子力学っていうのは簡単に言うと、で電子の働きを研究するんですよ、ところがその電子を僕らが見るっていうのはどうして見るかっていうと、見るってことは光じゃないですか、で例えばそのこういう大きなものに光が当たってもこれ別に動かないじゃないですか。でも電子みたいな小さなものに光が当たっちゃうと電子動いちゃうんですよ。だから見ることによって見られる対象が動いちゃうんですよ。わかります？見ることによって見られる対象の形が変わっちゃうんですよ。見ることによって見られる対象が変わっちゃうんですよ。だからこれ実は三者学になっちゃうんです。これ粒子論っていうのは、でこのシェルディンガー先生は、こう言ってます。通常の理性では信じがたいことかもしれないが、君そして意志を持つ他の全ての存在は万有の中の万有なのだと。意志を持ってる何人もですね、宇宙全体なんだって言ったんですよ、この量子力学を極めた先生が。バラモンたちはこれをボンガ一ニュという神聖にして神秘的な、しかも単純なかつ明快なかの金言として表現している。シュレディンガーとか、あとニールス・ボーガーとか、あの人たちっていうのは限りなくヒンドゥー哲学に帰っていきます、例えばそのじゃあビッグバンが何で起こったか、ビッグバンが何で起こったかってことは説明がつかないじゃない。でそれもそれは見られたからと、だから物質的な宇宙のほかにその精神的な宇宙ってものがあって、その意思が見たんだと、で宇宙が展開したと、こうなるんです。そうすると意思とか意識っていうものを物理学でちゃんと説明すべきだとなってきますね。そうすると、物質とエネルギーってものが交換できるんであれば、意思もエネルギーじゃないのかと。と意思と物質も多分交換できると。だから物を考えることによって物が生まれることもあり得る。光あれと神がおっしゃったら光があれと、ね、あれは本当かもしれない、神に相当する何かがあって、それが世界を作ったということはあり得るかもしれない。オッペンハイマー、原爆の開発ですね。実は、シュレディンガーもオッペンハイマーも、
ショーペンハウアーの影響です。ショーペンハウアーを通してあとギーターを読んでるんですね。はい、でこれはあの45年の7月にあのニューメキシコのアラモゴードで最初の核実験をやりました。でこの日の時の彼の証言ですけども、爆風が過ぎるのを待って堀の外に出た、豪の外に出た。それは実に荘厳の影であった。世界は前と同じではないことを私たちは悟った。笑う人もいた、泣く人もいた。大部分の人は押し黙っていた。私はヒンドゥの聖典バガットギーターの一節を思い起こした。ビシュヌは戦時の姿を取り、今我は人となれり、世界の破壊者となれりという、私たちは皆そうした思いを抱いたと思う。もしあのこの原爆の開発者たちが自分のことをアルジナと思ってしまって、それで敵を倒すためにあれを作るのは当然だともし思っていたとしたら、まさにギーターが世界を変えちゃったと言いますよね。こういうあの恐ろしい部分もあります、この経典は。質問があればどうぞ。すみません、はい、仏教で、はい、高野山でそのユガスっていう言葉です。それはヨガとか、はい、ヨガです、はい、はい、その仏教とそのヨガの関係っていうのはどういうふうに見る、あれはおそらくその仏教徒の側がヨガの修行法を取り込んだんでしょうね、で翻訳して あれはユカっていうんですか、ユカっていうんだね、はい、はい、うん、はい、お互いにそのクロスオーバーしてますね、はい、はい、さっき量子力学の話なんですけど、はい、あのサンキア学科で当てはめると、はい、あの何でしたっけ、電子を見たときに光が当たってるから見えるんですよね、はい、でも実は違う場所にいたかもしれないけど、はい、そうです。それに当てはめると、例えば意識、それは私が悲しいと思ってて、うん、で自分で、あ、私こう、自分でこう悲しいと思ったときに、うん、実は悲しいじゃなくて怒ってるっていう状態だったんですけど、意識したことでこう変わっちゃったっていう感じですか。ちょっと最後よくわからなかったです。実は自分で意識した時の感情が悲しいだとして、うん、でも実は意識する前には違う感情だったんですけど、うん、それが変わっちゃって、自分で意識したことに、まあ、見ることによって変わっちゃったっていう、その量子力学と三系学科の同じっていう、そういう点ですね。ちょっと答えになるかどうかわからないですけども、泣くから悲しいっていうことありますね、悲しいから泣くってそう思うけども、逆に泣いてると本当に悲しくなっちゃうみたいな、だからそれはその、まさにその泣くっていうのは肉体 の行為ですよね。肉体の働きに、心が巻き込まれちゃう、心っていうか、この場合はプルシャですね、私自我が、巻き込まれちゃう、だから、サンキアではそれを切るべきだと、巻き込まれるなってことね、それでじゃあ巻き込まれるためにはどうしたらいいかっていうことは言ってないんで、それは彼らは学者ですから、学問的に突き詰めればそうなるだろうと言ってるわけで、それをその実践的にその巻き込まれないようにしようとするのがヨーガ学科ですね。
だからサンキャとヨーガってのは裏表であって、サンキャが理論を立てて、それを実践したのがヨーガなんですね。で身体的なメンタルトレーニングによってその、感情に惑わされないような私を作っていくっていうことですよね。多分ヨーガって。それもこの本ヨーガの本なんですけど、はい、ヨーガスートラって言うと、はい、それ心の科学だって最初に言って、はいはいはい、でまあ、呼吸と、うん、まあ、呼吸を整えることによって、うん、その心がセーブされるっていうことを言ってるんですね。うんうん、ですね。目的全部一緒ですね、うんうん、心の平静を取り戻してで、心に巻き込まれないようにするってことですね。今日もし時間があれば一緒に呼吸法をやりたかったんですけどもうすぐ時間がないんで他にありますか。はい、さっきの、そのガンディの話なんですけど、はい、ガンディってこれ独立の直後に暗殺されてますよね。はい、これって結果にこだわらない、つまり段階でインドっていうのはヒンドゥー教徒とムスリムがいたわけですよね。はい、今パキスタンに当たるときにムスリムがいたわけですよね。つまり全部のヒンドゥーにするというその結果にこだわることなく、言ってみればそのムスリムとの共存を図ってしまったために暗殺されたっていうことですか。それはちょっと違うと思いますね。違います。うん、これはヒンドゥーの中のさっき言ったそのいろんな、派閥グループがありまして、それでヒンドゥーの最もその過激な部分、アルジェラのように敵を倒せっていうグループがから見るとガンディの立場っていうのはもう全ての宗教は同じであって、本質的には、でイエス・キリストもビシュヌも同じだっていう考えですから、彼は、だそこの違いですよね。ガンディを殺した資格っていうんですか、ピストルとか、これはものすごい過激派。そうです、原理主義者ですね。ヒントゥー原理主義。でも、元々なんていうか、さっきのそのギターの、再現の、私は世界を滅亡させる教会がいてからであり、ギターのところを、なんていうか、もっともその、それも、先生の言葉を書かれる、悪用して、だと思います。暴走した、はい、原理主義者ということですか。はい、そういう人たちは今でもいます。はい、どんな宗教にもあります。アインシュタインも、はい、宇宙に死ありっていう言葉を、ですよね。もしかしたら物理学そういう哲学、そういう昔の哲学っていうのも紀元前ですよね。そういう時代から、そういった今の現代物理学の数字のところっていうのが重なってるようにこう思うんですよね。だから紀元前の7世紀とか6世紀とかそういう時代の時にすでにそういった考え方があるっていうのはちょっと不思議にこう思ったりこうするんですよね。思うだけなんですけど、いやそれをどうして知ったかですよね。そうですね。分からないですよね。聖書にしてもね、セルティア聖書をはじめに見なきゃ、神はそこだそう、石、そういった、そういうのも本当にこう、紀元前の、そういうところ、どうやって知ったかっていうことを、どうしてそこをかけたのかなって、それ自身がかつ、ちょっと続いてるわけですよね。途中で勤務する。それはもうね、直感としか言えないんです。直感。で、直感っていうのは僕らはバカにするけども、直感ってあるじゃないですか。人間の知性はその理論
数学的なあの論理展開で物事に真理に達する他にやっぱり直感値ってあるんですよね。降りてくんですよ。で なんで降りてくんだろうっていう話で、例えばあのユングなんていう人はあの心理学者のね、それは無意識なんだって言うんですよ。で無意識っていうのは実はあの人間 の意識っていうのは意識、まあまあ、僕らの普段使ってるこの顕在意識と潜在意識と無意識ってあって、で無意識っていうのは実はみんながつながってるっていうのがユングの考えで、だから、その無意識の部分では共有できるんですよ、知性をね。とその無意識の部分からドーンと降りてくるのを多分直感って言うんですよ。でいわゆるその霊感とかなんとか優れてる人ってのはそれが非常に開いてる人だろうと。で多分その過去 その予言者とかあの なんとか今日の教祖っていうのは多分そういう人なんですよ、直感なんですよ。だからもしだからこれは全く僕の想像ですけど、その多分そのインド哲学で言ってるブラフマンっていうのは僕は無意識だと思ってるんですよ。ちょっと個人的な話になってますけど、僕あの将棋の羽生さんが好きなんですよ。はい、で羽生さんもあの著書の中であの7割を直感だったんですよ。で、あの羽生さんの最終的に目指す姿は何かっていうところに、あの大山康晴さんっていうその将棋の分かり方がいて、あの方っていうのは、もう考えてないんですよ、考えるの最終的な考えるの究極がその何も考えないサッと指す。だから僕は大山さんあの羽生さんや大山さんを、まあ、超えられないみたいなことをしてて、まだ考えてるから自分はまだそういうのを出してないけど、今それに通じるのかなと。だからあのヨーロッパ近代文明っていうのはその全部直感を捨てちゃったんですよね。デカルト以来で、とにかく考えて続けつけつけつけていこうぜっていうのが近代文明ですから、で考え尽くした結果があの古代インド人の直感と変わらなかったっていうんです。無駄じゃないかってそういう感じですね。はい、これインドの人ってそのギターでしたっけ。ギター、まあインド人もいろいろいますから、ただあの最も一般的なその経典がこのギーターですと言われています。はい、あのマハーバラタは長いので、まあ、これこんだけですからすぐ読める、はい、いいですか。はい、ガンディのことなんですけど、ガンディは本来このインド哲学だと目的を動機としてはいけないんですよ。はい、でもガンディの独立運動はその独立っていう独立達成っていう目的を動機としたんじゃないですか。それともあそれはですね、そのそれでなんか彼がその個人的な利益を得ようってことないですよね。だって彼は本来その高級官僚になる予定だった人ですから。なことやめて、もうあの見ざる聞かざるであのイギリス様々にしておけばいい生活ができてるじゃないですか。それが目的による行為ですよ。それを捨てたっていうことですよ、彼は。で目的っていうのは私的な目的。そうですそうですそうです。うん、あじゃ あのすいません。公に利益のためであれば、あのそれは何ですかね。まあ、つまり私利私欲のためではなかったっていうことなんですね。そうですね。ということはそのギーターのに言うところ の, その、結果にこだわってはいけないって言いますし、私利私欲のことなんですか。そうですね。あ、分かりました。うん、だってアルジュナが戦地に赴くのはそうじゃないですか。別に自分が死んでも構わないと。基本的にそうなんですけど、ガンディっていうのはそのあの身分制度についてどう考えてたんですか。いや、あの身分制度否定してます。否定してます。はい。じゃあ今のモディ首相っていうのは確かの低いモディさんは
割とその過激な過激なあのヒンドゥーの出身です。はい、過激なんですか。はい、いやなんか確か僕知識があるんですけど、なんかこうなんか新聞かなんかってその民衆に近い立場の、うん、じゃ民衆にってことはそのどうしてもそのヒンドゥー至上主義になっちゃうんですね。はい、で彼はもともとグジャラート州の知事 でそこで、彼の州知事時代にヒンドゥー教徒がイスラム教徒の列車を襲っちゃったという事件があって、その時に彼はそれを、まあ、取り締まらなかったと、うん、でかなり国際的な非難を浴びたりする。もしヒンドゥー教に従ったらその例えばその言いっぱなしなんですけど、黒板機のおばちゃんがこれは私のダルマじゃないって言って私はやっぱ首相になるべきだってなっちゃいけないってことですよね。でもモディさんはその首相みたいになる家柄というかそのじゃない過激派ですけど、なんかこう本来首相みたいな、まあ、地位につくような家柄、いやいや そこはだって古代インドに民主政治はありませんから、それは今と違いますよ当然。そこはインドもちゃんとイギリスから学んだことがありますから、うん、くだらないんですけど絵がありましたよね、写真という絵とかプシュリナとかのクリシュナ、クリシュナとかの、はい、あと王子の、はい、アルジュナ、女性に見えたんですけど、うん、いや絵がね、ああ絵がね、そうですね、うん、インド、まあ、それがインドのなんか美学なんでしょうね。すみません、いやちょっと、いや確かに女性だな、神様みんな女性に見えますけど、あれみんな男ですからね。お時間でございます。ありがとうございました。